待っていたわ。私様は待っていたのよ。あなたたちのような人間が現れることをね。私様の配下になるなら世界の半分をあなたたちに差し上げましょう。すでに不動産権利書も用意してるわよ。地位と名誉と私様の手料理もつけてあげるわ。どうする？私様の配下にな。ああ、本気で答えちゃった？ごめんごめん、今のはジョークなんだよ。なんだか久しぶりの人前だからさ、どういうキャラだったか自分でも忘れちゃって。それにしてもやっと解放されたよ。毎日毎日来る日も来る日もモノクマを演じ続けるなんて絶望的に飽きっぽい私にとっては苦行を通り越して自殺行為だからさ。そんなことよりあんたの顔って。ん？私の顔がどうかした？チワワ百頭分とも称されるこの愛くるしい顔がどうかしたのかい？なんか見覚えがあるよ。初めて見る顔じゃないかも。これだ。そうだ、この学園に来る前に見た雑誌の表紙で、僕はその顔を見てるんだ。へえ、なかなか優秀な記憶力じゃん。ここまで生き残っただけあるみたいだね。やっぱりそうだったんだな。だとしたら最初の玄関ホールで僕が聞いた言葉って、時には自分に嘘をつくことも必要、そういう前向きさもあると思うんだよね。そもそも別人だから見た目の印象が違うのは当然、そういうことか。私は私、ムクロはムクロ。いくら持ったところで彼女が超高校級のギャルになるのは不可能なんだ。肉体と意識の壁が存在する限り、人と人とは決して一つにはなれないんだよ。たとえ双子だとしてもね。双子？よくある設定なんだよ。だから今更言うのも恥ずかしいんだけどさ、つまり私とムクロは双子の関係にあるんだ。体力自慢の姉という設定が戦場ムクロ、可愛くて天才でしかも妹という設定が私。純子ちゃん、俺ら姉妹揃って超高校級の絶望の絶望シスターズでした。なんか急にキャラ変わってねえか。言っただろ、絶望的に飽きっぽいんだ。だから自分のキャラにすら飽きちまうんだよ。でも双子の姉妹なのになんで名字が違うの？またその質問かよ。よく聞かれるんだよな。そっちは初めてでもこっちは絶望的に飽きてんだよ。何度も何度も同じ質問に答えさせられてよ。つうかよくある話だから勝手に想像しろ。それが正解でいいぜ。でも双子の姉妹ってことは、あんたはお姉さんを殺したの？それには海より深い事情があるんだ。嘘だよ、ねえよ。仕方がないですね。私から説明しましょう。今回の計画において、殺し合い学園生活を裏でコントロールする役目は必須でした。モノクマの操作やあなた方の見張り、いわゆる黒幕の役目ですね。ですが私の計算上、戦場ムクロではその責務を果たすのは不可能でした。なぜなら彼女は残念なお姉ちゃんだからです。一
人で傭兵団に入ったりするような残念すぎるお姉ちゃんだからです。なので私がコントロール役に回り、彼女は表の学園生活に残ってもらうことにしました。二人ともが裏に回るという選択肢もありましたが、彼女がいたところで私の助けにはなりませんし、それに15人の参加者だとキリもいいですからね。だけどそこで問題となったのは、戦場袋の超高校級の軍人という肩書き、いわゆる 3Z ですね。絶望的に臭い、絶望的に汚い、絶望的に気持ち悪い、社会のニーズから大きく外れていることはわざわざ計算しなくてもわかります。一方、私の超高校級のギャルには花もあり、捨てるにはもったいない。だから入れ替わった。ですが計算以上に私に似ていませんでしたね。それはもう絶望的なほどに。あれではただの雑魚キャラ、もしくはエキストラ A。 その残念なビジュアルも相まって、彼女がすぐに殺されると予想した人も多いはずです。だから殺しました、ご期待に添えたくて。まさかそれだけの理由で？もちろんそれだけではありません。飽きてしまったという明確な理由もあります。私ってね、計画通りに物事を進めたことが今まで一度もないんだ。計画しただけで先が見えちゃって、それで飽きちゃうっていうか。だから予定変更して、ムクロちゃんには見せしめ役になってもらうことにしたの。つまり戦場ムクロの死はあなたが一方的に仕組んだ裏切り行為。そうだと思ったわ。戦場ムクロが殺された時、彼女は明らかに予想外だと思っていたはずだもの。やっぱバレちゃった？そうだよね。ムクロちゃんにあんな迫真の演技ができるわけないもんね。でもさ、そのおかげでいい感じの見せしめっぷりになったと思わない？どうして平気なんだよ。自分のお姉さんを犠牲にしておいて、どうして平気でいられるんだよ。私がムクロちゃんを犠牲にした？だから怒ってんの？やったー、勘違いって怖い。私たちは超高校級の絶望なんだよ。だから生きることに希望なんて感じてないっていうか、むしろ生まれた瞬間に世界に絶望してるの。間違った、生まれてこなきゃよかったって。私が生まれた時に流した涙もそんな絶望の涙だったんだよ。だからね、私たちにとっては死ぬとか殺すとか大した問題じゃないの。私たちはそういう人間なの。だからこそ何でもできるんだよ。常に絶望してるからこそ命を惜しまぬ全力投球ってわけさ。何とも思ってないってこと？自分のお姉さんを殺しておいて。そんなわけないじゃないですか。双子の姉妹なんですよ。悲しくないわけないじゃないですか。だからこそそそるんですけどね。大好きなお姉ちゃんを自分の手で殺すなんて絶望的ですよね。超をつけたくなるほどの超絶望的ですよね。超超超超絶望的。まだもっとですね。超超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 超絶望的すぎて。はい、あっ、うん、何言ってんだ。ムクロ姉さんも死ぬ瞬間は絶望してたと思うんです。だって実の妹に殺されて、しかもただの見せしめとしてですよ。きっと絶望しながら死んだんだと思います。だから羨ましいんです。超羨ましいんです。ただ者ではないと思っていたが、
やはり変態だったか。自分自身の絶望すら取り込む究極の絶望フェチ、最低に厄介な変態ね。ジェノサイダーもイカれてっけど、それとは違ったイカれ方だべ。弱者を殺すことしか脳がない殺人鬼さんと一緒にしてほしくないって言いますか。私って絶望的に容姿端麗で、絶望的に頭脳明晰で、絶望的に身体能力抜群な、絶望的に完璧超人設定なんですよ。いや、その程度では完璧とは程遠いな。そうよ、ヤケン様の方が完璧よ。そこに大きな血統もプラスされるんだから。でもそれって以前は大きな血統ですよね。なんだと、どういう意味だ。うぷうぷ、まだ気づいてないの。お前らって本当に鈍チンだね。そのくせキャンキャン騒いじゃってさ、まだ解けてない謎もあるっていうのにね。それって私たちの記憶のこと。謎は全て解けた。犯人は僕だ。だからどうしたって言うの。勝ち誇るのはお前らの記憶の秘密を解いてからにしてもらえる。もちろんそのつもりだ。僕たちが全て解き明かしてみせる。そしてお前に勝ってみせる。うぷうぷ、楽しみだね。よし、じゃあ単刀直入に聞くべ。俺たちのどんな記憶を奪ったんだ。集合写真の撮影や面談の記憶ということは、わかった。きっと入学試験の記憶よ。しーん、汚ねえぞ。ヒントくらい教えろって。お前らって脳がスポンジなんだね。ヒントならさっき言ったじゃん。お前らから奪った記憶はあることと関係してるってさ。これだ。奪われた記憶と関係してるのって、僕たちに殺し合いをさせる動機のことだよな。やっぱ覚えてた。ま、そんな大事なことを忘れるわけがないよね。まさに愚問。ご無礼のありました段、重ねて慎んでお詫び申し上げておくよ。では改めての質問だけどさ、これまで私が提示してきた動機にはそれぞれ独自のテーマがあったのは知ってるかな。テーマ？うんうん、そうなんだ。それを皆さんへの問題にしようと思うんだよ。さて、最初の前園さんの殺人の時、私が提示した動機にはどんなテーマがあったかな。これだ。人間関係。それが最初の殺人の時、僕らに提示された動機だったはずだ。ピンポンピンポン、ご名答だよ。あの時私が配った DVD には皆さんの大切な人間関係を台無しにした映像が映ってたんだよね。例えば家族だったり、例えば友人だったりさ。それらを破壊し、そして見せつけることで、皆さんのここから出たいという気持ちを煽り、殺し合いに発展させようって動機だったんだ。それにしても残酷なことをするよね。よく言うよ、あんたがやったくせに。うんうん、非難は甘んじて受け入れるつもりだよ。はーい、じゃあ次のクイズでーす。2番目の大和田くんの時なんだけど、あの時の動機のテーマは何でしょうか。これだ。
思い出ってことだろう。はい、また苗木くんが正解しちゃいました。そうです、あの事件で動機となったのは恥ずかしい思い出や知られたくない過去なのでした。それをバラされたくなかったからこそ大和田くんの事件は起きちゃったんだよね。だからどうした？いつまで続けるつもりだ？いいからいいから。じゃあ次のクイズね。3番目の殺人の時に動機となったのは、さてさて何でしょうか？これだ。つまり欲望ってことか。デストライ！また当てやがった。そう、金だよ金。セレスが山田や石丸を殺したのは金のせいなんだ。つまり欲望が3番目の事件の動機になったんだよ。それがどうしたんだよ、さっきから同じような質問ばっかりして。次が最後だからよ。ちっとイレギュラーだった4番目の大神の殺人、あそこで俺が提示した動機のテーマがわかるか。これだ。裏切りってことだろ。ええ、そうなんです。あの時は私が大神さんの裏切りをバラしたせいで事件が起きちゃったんですよね。だけどこれで4問全問正解です。痛快ですね。それがどうした？今の質問にどんな意味がある？人間関係とか過去の思い出とか欲望とか裏切りとか、やっぱ動機の定番でしょ。王道のど真ん中、まさにド定番って感じだよね。だけどもちろん世界に存在する動機はこの4つだけではないわ。人間が人間を殺す動機は世界中のありとあらゆるところに無数に存在する。それは人々を殺し合いに走らせ、そして世界に絶望をもたらす。私様はそれを絶望の種と呼ぶわ。絶望の種。生物が水や空気や食料で成長するように、絶望の種もあるものによって成長を遂げる。そう、それは希望よ。希望があるからこそ絶望が育つの。表と裏だけど紙一重、それが希望と絶望なのよ。いつまでくだらない演説をしている。俺たちの記憶の話はどうしたんだ。話をそらそうとしているのか。話をそらすとは聞き捨てなりませんね。私はあなた方の記憶について説明しているのですよ。つまりその絶望の種はあなた方の記憶とも密接に関係しているのです。どう関係してるっていうのよ。私はあなた方から記憶を奪うことによってあなた方に希望を与えていたのです。絶望に食われるための希望ですけどね。どうして記憶を奪うと希望を与えたことになるの？つうか、そもそも希望なんて与えられてねえぞ。そうかしら。あなた方はここから出たいと思っていたでしょ。そう思うことこそが希望を与えられていることに他ならないのですよ。何を言ってる。あなたたちがここから出たいと思わないと殺し合いも始まりません。ですから私様はあなたたちの記憶を奪ったのです。ここから出たいと思ってもらうためにね。記憶を奪われたからこそ私たちはここから出たいと思った、そういう意味。あたり。逆に
記憶があったならここから出たいと思わなかったということか。なんだそりゃ。どうして記憶があると出たくなくなるんだって。うぷうぷ、困ってる困ってる。だけどまだまだ足りないんだ。もっと困ってもっと絶望してもらわないと。せっかく希望を糧にしてここまで大きく育った絶望なんだしさ。というわけで自腹を切り刻むような大出血サービス、ヒントを教えてあげましょう。え、本当に？さっさと教えなさいよ。じゃあ百聞は一見にしかずって言うし、お前らには外の世界をご覧いただこうかな。それってこの学園の外のことだよな。やっぱり外で何か起きたの？気になるよね。やっぱり見たいよね。僕も見たいんだよね、お前らの絶望に沈んだ顔がさ。では、ご会長です。これが外の世界だよ。この学園の外の世界だよ。お前らが出たい出たいと騒いでいた外の世界の前方だよ。そういうわけなんです。どういうわけだべ、さっぱりわからんぞ。これはなんだ。なんかの映画とかよね。今の映像が意味するもの、あなたたちはそれを知っているはずです。それはあなたたちの奪われた記憶の中にあるはずです。思い出せないなら思い出してください。頑張って思い出してください。せいぜい自分の脳みそを信じろ。死ぬも生きるもおめえの脳みそ次第だ。思い出せねえなんて言い訳なしだぞ。だってよ、これって学級裁判なんだからな。思い出しやがれ。外の世界で何があったんだ。思い出すも何も、あんな意味不明の映像だけじゃ何もわかんねえっての。さっきの映像は何だ。またお前の悪ふざけか。そもそも思い出せって言うけど何を思い出せばいいの。悪の何も思い出せないんじゃ。それは違うよ。もしかすると彼女なら覚えてるかも。誰よ彼女って。もう一人の深尾さん、ジェノサイダーショーだよ。二人は知識は共有してるけど記憶は共有してないんだってよね。なるほどね。記憶を共有していないなら片方の人格が忘れていることでももう片方の人格が覚えている可能性がある。どうなんだカッチ。あいつに
変わるっていうの？いやよ、全然大に。そんなの私のアイデンティティの崩壊よ。フカはお前だけが頼りだ。実は家庭的な殺人鬼です。アイデンティティ意外と簡単に崩壊しちゃったね。単刀直入に俺の質問にだけ答えろ。あの映像に関してお前は何か心当たりがあるか？ヘム、あの映像って？あそこのモニターで流れてる映像です。あんた誰よ？あ、黒幕ですけど。はじめまして。あ、こちらこそ。いいから早くモニター見ろって。はい、はい、了解です。けどうなの？見覚えはある？強いて言うなら、もちろん知ってますとも。お、覚えてるんか？もちろんですとも。やっぱり記憶を失ってなかったんだね。だったらなんで今まで黙ってたのさ。私は聞かれたことしか喋らないの。ほら、無口なタイプでしょ。ダメだ、全然説得力がないよ。そんなことより覚えているなら答えろ。あれは何なんだ？あの大惨事を忘れちゃったの？大惨事？本当に忘れちゃったのね。私の口で思い出すべきは。いいから答えろ。外で何が起きたんだ？起きたというか、今も起きているというか。人類史上最大最悪の絶望的事件ですけど。その言葉がここで出るんだ。だって全部あの事件のせいだし。何が？だから世界がこんな風になっちゃったのが。こんな風って？こんな風に終わっただろ。詳しく話せ。知っていることを全て話すんだ。ラジオよ。何？人類史上最大最悪の絶望的事件が起きたのは今から1年前のことでした。あれは殺人鬼の真っ青の事件。あれは人災というよりはもはや天災と言っていいレベルの事件なのです。確かに人類史上最大最悪の絶望的事件。その結果、世界はあっという間に。あの風になってしまいました。以上です。以上で？ちょっと待って、具体的なことが何にも分かんねえぞ。具体的には私も知らないの。リアルタイムで見てたのはネクラの方なんで、あっちに聞いてもらった方が。あいつに聞いてもわからんから、わざわざお前に聞いたんだ。いい元気、白夜様の期待に応えられなかった。これって悲劇だわ。ほらほら、血は喧嘩はよしなよ。それにさ、何が起きたかなんてこの際問題じゃないだろ。経過より結果、全ては結果に集約されるんだ。つまり世界は終わったんだ。重要なのはそれだけだよ。終わるわけねえべ、世界だぞ。大丈夫だよ、そんなに慌てなくたって。どうせ100年も経てばみんな死ぬんだし、世界の終わりなんて大したことじゃないよ。バカげてる。じゃあさ、バカげた話ついでにもう一つバカげた話を教えてあげるよ。戸上君の心の支えでもある戸上財閥についての話だよ。何だと？思った通り食いついてくれましたね。
疲れた OL がケーキバイキングに食いつくように食いついてくれましたね。ねえねえ、どう思う？小神家は。やるわね、人間。大正解よ。まだ何も言ってないのに。飽きたんだよ。もう絶望的に飽きたんだよ。手を変え品を変えのつもりだろうが、結局同じことの繰り返しじゃねえか。だからどれを選んでも正解なの。逆に斬新じゃない。でも病気ですかね。私の飽きっぽさって病気ですよね。というわけで戸上くんのお家なんだけど、綺麗さっぱりなくなってます。親族を含めた関係者全員の死亡を確認しました。戸上家は滅亡したと断言しましょう。ふざけた冗談はやめろ。やめろ。命令口調だと。人間ごときが神罰の代行者である私様に。身のほど知らずな人間め。あなたはもう超高校級の御曹司ですらないのよ。滅びるわけがない。戸上家は世界を滑る一族だ。つうかその世界自体が終わってんだ。しかも1年も前にね。ちょっと待てよ、お前の言ってることはおかしい。私っておかしいの？1年も前にそんなことが起きてるはずない。だって僕らがこの学園に来たのはせいぜい数週間前のことなんだ。もし1年も前に世界が終わるような事件が起きていたなら、それまで僕らが暮らしていた世界は何だったんだよ。が勘違いしてるだけじゃない。勘違い。だってさっきから聞いてれば、1年前の事件が起きたのはお前らの入学よりも前みたいな口ぶりでさ。当たり前じゃん。私たちがここに来たのはついこの間なんだよ。ついこの間。へえ、お前らの中では2年前のことをついこの間って言うんだね。え？ 2 年前？だって2年前じゃん。お前らが希望ヶ峰学園に入学したのって。何を言ってんだべこの人は。否定したい気持ちはわかるけどさ、でも真実を否定することは誰にもできないんだ。真実、原因と結果、全ては因果関係だからね。それを否定するとなるともはや神の領域だよ。さて、ここまでヒントを与えればもうお分かりになるでしょ、私があなた方のどんな記憶を奪ったのか。さあ答えるがいいわ。あなたたちの全身全霊をもって答えるがいいわ。答えろったって。もう何が何だか。前の言葉が本当だと仮定すると、僕たちは入学した以降の2年間の記憶を全て失ってることになる。いやいや、そりゃいくらなんでも。正解よ。やるわね、人間。あ、またこのパターン。2年間の記憶は丸ごと。そう、あなたたちはこの希望ヶ峰学園ですでに2年間の学生生活を送っていたのよ。そしてそれを忘れたのよ。俺が学生生活を送ってた？
遊んで、それをまるっきり忘れた。そんなんありえねえって。年間の記憶なんて私は絶対になくさないよ。この学園で2年間も学生生活、ありえねえって。俺は楽しい学校行事はおるか、授業すら受けてねえぞ。現実離れしすぎている。それに今の俺は一体いくつだべ。揉めてる揉めてる。ねんかんしゃべれ。ありえねえって。俺は楽しい学校行事はおるか、授業すら受けてねえぞ。それは違う。ハガクレ君に見てもらいたいものがあるんだ。このノートだよ。ん？なんだこれ。どうして俺の名前が書いてあるんだ？これ宿舎2階のロッカールームで見つけたんだけどさ、中も確認してもらえる？確認も何も、俺はそんなノートなんて知らんけど。およよ、どうした？くり、なんてもんじゃねえべ。なんだこりゃ、まるっきり俺の字じゃねえか。どうしてこんなもんが。俺はこんなノートなんて書いた覚えない。じゃあまさか、ハガクレ君はこの希望ヶ峰学園で授業を受けていたのかもしれない。だけどそれを忘れているのかも。嘘だ嘘だべ。信じられないのは私だって一緒よ。だけど信じないことにはこの手帳の説明もつかないわ。あ？誰の手帳？私の手帳よ。ここに書き込まれていたのも間違いなく私の字だったわ。だけど私は何も覚えていない。ハガクレ君と同じように。その理由が空白の2年間。出てきたらそろそろ認めるしかないんじゃない？つうか絶望的に暗くね？謎が解けた割にお通夜的な雰囲気じゃね？つってお通夜なんか出たことねえんだけどな。イエス。2年間の学生生活、そこにはいろんな青春があったはずだよ。楽しい授業や胸躍る学校行事、そこで互いに信仰を深め合ったりしたはずだよ。さらにちょうど1年前にはとっても悲しい事件も起きたっけ。そう、人類史上最大最悪の絶望的事件だよ。そして皆さんの目の前で世界は終わってしまったんだ。でもそんな絶望もひっくるめて皆さんは全てを忘れた。全てを忘れた上でこの殺し合い学園生活に挑んでいたんだ。ちなみにもう一つ教えてあげるよ。正確に言うならば、皆さんの記憶が失われたのはダメです。飽き飽きです。説明することに飽きてしまいました。ああ私様はこの世界に飽き飽きしているのよ。誰もが挑戦的で新しいものを欲しているように言いつつ、結局ありふれたものしか手に入れようとしない。なんつ絶望的に退屈な世界だよ。何の話をしているの？私はね、
ある意味、皆さんに羨望すら感じているんだ。こんなに刺激的な絶望に身を委ねられるなんてさ。だから、あとはおめえらで勝手に考えろ。俺は切ないに飽きちまったんだよ。考えろって、何を？つまり、あなた方の記憶の接合点はどこにあるのか、そういうことです。これだ。記憶を失った瞬間、それはあの時以外には考えられない。最初に玄関ホールにやってきて、そこから廊下に足を踏み入れた直後、あそこで妙な感覚に襲われて気を失った時。すっごーい、まだ答える元気があったんだね。ほんとね、難しいことはわかんないんだけど、みんなが気を失ったように感じたのって、記憶喪失によって引き起こされた時間感覚の狂い的な、まあそれっぽいことなんじゃない。あの後僕が目を覚ましたのは教室の机の上だった。あれは玄関ホールで倒れた直後だとばかり思ってたけど。直後どころか2年後だよ。それを直後だと感じていたのは、その間の記憶が丸ごと抜け落ちていたせい。2年という月日の記憶がな。つまりおめえらはな。そう、初対面なんかではなかったのですよ。それにもかかわらず、あなた方は自己紹介なんてしていたようですけど。あの時点で私たちはすでに2年間を共に過ごしたクラスメイトだった。それがあの写真の本当の意味。プ、そういうこと。つまりお前らは2年間を共にした仲間同士で殺し合ってたんだよ。しかも滅びた外の世界なんかに出るためにね。プ、ひどい話だよね。今さら外に出ても仕方ないのにね。お前がそうなるように仕向けたんだろ。私はあなたたちのことを愛しています。は？この学園生活が始まってから私はあなたたちのことばかりを考えていました。好きになって当然じゃないですか。だから大好きなみんなのために教えてあげるね。私たち超高校級の絶望が練り上げた人類絶望化計画について。話は2年前に遡っちゃいます。2年前、みんなが入学した時だね。最初の1年間は平和と希望に満ち溢れた学園生活でした。普通で最低な学園生活でした。みんなはそれを満喫して、ほんと青春してたんだよ。ですがそれも長くは続きませんでした。平和だったのは最初の1年だけ。なぜなら、あなた方が入学した1年後に人類を絶望に叩き込む事件が起きたからです。それが人類史上最大最悪の絶望的事件。そして平和な日々はあっけなく終わりを告げたのです。もちろんこの学園も例外ではありません。人類史上最大最悪の絶望的事件の影響で、希望ヶ峰学園の生徒たちは
ほぼ全滅したのです。何者なの？ん？何がだい？人類史上最大最悪の絶望的事件。そんな事件を起こした超高校級の絶望。あなたと戦場ムクロの二人だけとは考えられない。それは組織なの？集団なの？家族なの？そうだね、答えるとすればどれでもないよ。なんていうか、もっと観念的なものなんだ。絶望は伝染するんだよ。それは現象の類とも似ているかもしれないね。誰もが絶望するんだよ。そして今や滅びた世界の全てが絶望。つまり絶望を敵とみなすなら、あなたたちの敵は世界そのものということよ。わからない。わからせようと思って喋ってないのよ。そもそも本題からそれた話でしかないのだから。じゃあ話を元に戻しましょう。壊滅的なダメージを受けた希望ヶ峰学園、そんな中であなたたちだけが生き残りました。希望ヶ峰学園第78期生のあなたたちだけ。そうしたらね、そこで面白いことが起きたんだよ。よく聞いてね。私は大事なことは一回しか言わないからね。なんと生き残ったみんなを守るために希望ヶ峰学園のシェルター化が始まったのです。そう、希望ヶ峰学園のシェルター化が始まったのです。あ、2回では、そのシェルター化を行った人物、つまりあなた方をここに閉じ込めた人物、それがどなたかあなた方はご存知ですか？これだ！希望ヶ峰学園の学園長なんだはずだ。学園長は希望ヶ峰学園をシェルター化することで僕らを守ろうとしたんだ。外で起きている絶望的事件から。だからこそ学園長は僕らにあんな約束をさせてたんだ。この学園で一生を過ごすかもしれないなんて。希望ヶ峰学園の学園長はきっとこんな風に考えていたのでしょう。あなたたちのような次世代の希望さえ生き残れば世界は何度でもやり直せると。そうです、学園長はあなたたちにそんな希望を託していたんですよ。僕ら自身もそれを知ってたからこそ同意してたんだな。ここでの一生の学園生活に。だけどそのシェルター化は学園長の最大の誤算でもあったんだよ。笑っちゃうよね。学園長のくせに知らなかったんだよ。僕ら超高校級の絶望がすでに学園の中に存在してることにね。そしてお前らを守るはずだったシェルター化はお前らを絶望から逃がさないための檻になってしまったんだ。僕としては手間が省けて大助かりだったけどね。ちなみにここの窓や出入り口を封鎖したのは他でもないあなた方自身だったのですよ。学園長先導のもとみんなでトンチンカンやったのです。じゃあ俺らは自分たちの手で自分たちを閉じ込めたのかな。そんでそれを忘れて勝手に騒いでたんだよ。閉じ込められたってね。そしてそのシェルター化が完了した後は僕とムクロの出番。こ
この試合学園生活の始まりってわけだよ。私とムクロ姉さんはこの時のために2年も前からここに乗り込んでいたんです。全てはこの殺し合い学園生活を人類絶望化計画のクライマックスにするために。そしてあなた方だけが絶望的次元を生き残ったのもこのクライマックスに参加してもらうためだったのです。この殺し合いをさせられるために私たちは生かされたってこと？どうしてそこまでして。これがただの殺し合いじゃないから。これはいわば残党狩り。残った全ての希望を終わらせるための殺し合いなの。おいおい、いいんだよ。外にはまだ少しだけ残ってるみたいなんだよね。希望を捨てきれない未練がましい連中がさ。だからそんな連中に見せつけてやろうと思ってさ。そのために私は。ブブブ、何をしたんだと思う？ことだね。希望の象徴である希望ヶ峰学園生の殺し合いを世間に見せつけることこそが超高校級の絶望の本当の目的。つまり人類絶望化計画のクライマックスなんだ。あなたたち希望が絶望に打ちひしがれ殺し合いする姿を見ることで絶望は伝染し、残った希望も絶望へと変わっていくのよ。テレビの力ってすごいっすね。ちなみにお前らを助けようとする連中が放送中に何度か押し寄せてきましたが。来てたの？助けが？校門に設置した重火器によってきれいに排除しておきました。は、一応あなた方のおかげです。希望を捨てられないあまりに実力行使に及ぶこの上なく未練がましい連中に最後の絶望である死を与えることができました。僕たちは利用してたってことか。外の人たちに絶望を与えるために。でもさ、そのおかげで生きるチャンスをもらえたんだし、ギブ&テイクってやつじゃない？ふざけるな！どこがだよ！それとね、ここの全校生徒を皆殺しにしたとき、生き残ってもらうメンバーにみんなを選んだ理由はね、2年間を一緒に過ごした思い出っていうか、やっぱ大切なクラスメートだし。嘘です。黒幕がクラスメートだった方が謎が解けた時の絶望も大きいと思っただけです。これが真実よ。あなたたちが欲していた真実なのよ。どう？絶望したでしょ？謎が解けて絶望したでしょ？まさかあなたは謎が解かれる展開すら計算に入れて。だとしたらどうする？この絶望的状況を作り出すことこそ最後の学級裁判を受けた私様の真意だったなら、あえてあなたたち自身に謎を解かせ絶望的な真相を見せつけることが真意だったなら、だとしたらどうするの？ほらね、真実が希望に満ちているとは限らないんだよ。絶望に満ちた真実だって存在すんだよ。ちょうど
今みてえにな。それにね、例の動機も本当は無意味なものばかりだったんだよ。世界が終わった今となってはね。無意味って、じゃあ私たちはそんな無意味なもののために今まで殺し合いをしてたの。しかも自分たちで閉じ込められることを選んだの。そこから出るための殺し合いなんかを。です。それも2年間を共にしたクラスメイト同士だ。笑えねえわ。もう分かった。おめえがすげえのはもう十分すぎるほど分かったから。だからもう助けてくれよ。何でもするから助けてくれって。なるほど、それが人間の命乞いね。さすがの私様も初めて見るほどの無様さだわ。でもね、僕に命乞いは通じないんだよ。僕はただ純粋に絶望を求めているだけなんだ。そこには一切の理由がないんだよ。理由がないから対策もできない。理由がないから理解もできない。対策も理解もできない理不尽さ、それが超高校級の絶望なんだよ。そ、待てよ、さっきから好き放題言ってるけど、そもそもお前の言葉が本当だなんて言い切れないはずだ。はぁ？外の世界が滅びてるとか、僕は自分の目で見たわけじゃない。そんなの認めない。真実だなんて認められない。自分の目で確認するまでは真実と嘘は互いに重なり合った状態。つまりシュレーディンガーの猫のような苗木と、そういう状態だというのですね。だからどうだというのです。外に出て自分の目で確かめるまでは認めないとかいうつもり？やめときなって。滅びた世界に出たところでみんなまで滅びちゃうだけだって。だって私は嘘なんか言ってないもん。たとえ本当だったとしてもだ、僕はお前なんかに屈したくない。お前なんかに負けたくない。お前に殺されたみんなのためにもだ。へっ、僕に殺された？何言ってんの。お前らが勝手に殺し合っただけじゃん。私が殺したわけではありません。私はあなた方の背中を軽く押しただけです。その程度で殺し合うってことは、あなたたちはどちらにしても争う生き物なんです。だから殺し合いが起きたのだ、人間よ。希望だの何度も言われてもさ、みんな簡単に絶望する生き物なんだよ。ハハッ、イエス、超ウケる。違う、殺し合いなんかじゃない。あんなの一方的な殺人だ。僕たちの記憶を奪って、武器をでっち上げて、そうやってみんなを追い詰めて、全部お前のせいじゃないか。なるほど、お見事な責任転嫁だよ。それが苗木君の希望なんだね。でもこれ以上おしゃべりしている時間はないんだ。そろそろ終わらせないといけないからさ。終わらせる？だよ。だってそういうルールでしょ。ちなみにね、今回は最後の投票なので、投票のルール自体も変更することにしたんだ。変更？希望であるお前ら、絶望である僕、そのどちらがお仕置きされるべきかを投票で選んでもらいます。そこで一票でも希望のお仕置きを望む投票があれば、僕の勝ちとみなして希望側のお仕置きを行います。一票でもって？ああ、安心して、もちろん僕は投票には参加しないから。
それにしたっておめえに有利すぎだろ。大丈夫だよ、自分たちの処刑を選ぶなんて誰もそんなことするはずないんだ。あ、ついでに言っておくね、僕が勝った場合のお前らのお仕置きだけど、この学園内で穏やかに緩やかに老衰してもらうというお仕置きに決定しました。それってつまりこのままここで暮らせってこと？生き延びられるってことじゃん。それが気に入らないなら私をお仕置きして外に出ていけばいいんです。滅びた世界、絶望だけが存在する外の世界にね。おそらくすぐに死ねると思いますよ。だからどうしたって言うんだ。何を言われても僕たちは。ちょっと待てよ、ひらめいちゃったぞ。やっぱ老衰だけじゃつまんねえよな。それじゃ視聴者も納得しねえよな。よし決めた、おめえらの中の一人だけはきっちりとド派手なお仕置きを受けてもらうぜ。え？それって誰か一人だけを処刑するということか。そいつが誰か、こっちで勝手に決めてやったぞ。なえぎ、おめえだ。僕、私なえぎくんって嫌い。だってさっきから反抗的なんだもん。つまり皆さんに与えられた選択肢は2つ。誰か一人でも希望のお仕置きを望む人がいれば、苗木くんだけが過酷なお仕置きを受け、他のみんなはこの学園で仲良く暮らせる。だがもし全員一致で私様のお仕置きを望めば、あなたたちにはここから出て行ってもらうわよ。確実に出て行ってもらいます。そして外の世界で無残に死んでもらいます。つまり苗木を犠牲にすりゃおめえらは生き残れんだよ。おや、元気がなくなったね。自信がないの？自分がお仕置きされるのが怖いの？仲間を信用してないの？違う、そういうわけじゃ。ですが恐怖を覚えるのも当然です。他の方々は私と争うことの無意味さに気づいてしまったようですからね。みんな、グミ、すごくいい顔です。絶望に侵食された美しい顔が並んでいます。それにキリギリさんもさ、お父さんを裏切れないでしょ。だってお前らに生き延びてもらうことだけが学園長の願いだったんだよ。だからこそこの学園の中に閉じ込めてまでお前らを保護しようとしたんじゃん。死んだお父さんの願いくらい叶えてあげなよ。ふふふふふ。ギルさん、たった一人の絶望が命取りなんて、苗木にとっては最悪に絶望的な状況だな。ねえねえ、誰が絶望すると思う？誰の絶望が苗木くんを殺すと思う？誰も絶望なんかしない。みんなお前なんかに負けないんだ。つまんないの、最後まで強情なんだからさ。まあいいや。じゃ、さっさと終わらせよっか。最後の投票、そこで全て終わりだよ。お前の臭い希望も、お前自身もな。
ここで諦めたりしないぞ。ちなみに外ここが部屋の中にいるのは無線機の空気清浄機だ。私たちの空気清浄機の機能で私たちの空気もっと僕たちは負けない。希望があるから。負けない。もし私が処刑されたりしたら希望が峰学園は終わりだから。希望を失っちゃダメだ。でも辛くても俺はまだだから、やっもう僕たちは負けない。希望がある限り負けないんだ。もしよ、私が処刑されたら希望が見えなくなるの。俺のちなみにここが平気の空気清浄機のおかげ。希望を失っちゃダメだ。ちょっと考えてみたんだ。こんな時さくらちゃんならなんて言うのかなって。強さは困難に立ち向かうことでしかつかめぬ。ならば我はあえて茨の道を進もうとか言いそうじゃない。言うか、絶対に言うと思うんだよね。だから私はうん決めたよ。僕たちは負けない。希望がある限り負けないんだ。もし私が処刑されたりしたら希望が見えなくなるの。俺の直接の世界を外から生きるのは無線室の空気清浄機。何とか決め、私が死んだら空気清浄機も強制停止。つまり私が処刑この学校生活は終わりよ。希望を失っちゃダメだ。私的にどっちでもよし。単純に楽しそうな方を選びます。実はこう見えてさ、昔から学校が嫌いなんだよね。いやいや、どう見えてたっつーの。脈矢様が来るのは最低条件だから。僕たちは負けない。希望がある限り負けないんだ。もし私が処刑されたりしたら希望が峰学園は終わりだから。俺のちなみにそれぞれ教えることができるのは無線室の空気清浄機。何とか私たちの空気清浄機の機能で私たちこの学園での共同生活一番良い。脈様お前らは絶望と死だけが存在する外の世界にね。希望を失っちゃダメだ。どうした、まさかお前ごときが俺を励まそうなどと考えてるんじゃないだろうな。バカバカしい。俺は最初から絶望なんぞに屈するつもりはない。だが勘違いするなよ。お前がどうなろうと知ったことではない。俺はただ自分の言葉を守るだけだ。黒幕を殺すという言葉をな。それに我が戸上家は滅んでなどいない。まだこの俺が残っている。ならば俺の力で戸上家を再建させるまでだ。今まで以上の存在としてな。僕たちは負けない。希望がある限り負けないんだ。もし私が処刑されたりしたら希望が峰学園
俺の強みは、すぐのことを言うことができるのが、無線機の空気中の私には空気中の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 
て諦めたりしない、飽きたりしない、捨てたりしない。絶望なんかしない。だって前向きなのが僕の唯一の取り柄なんだ。これで終わりのようだな。ではそろそろ投票タイムか。手元のスイッチで投票すりゃいいんだべ。じゃあ押しちゃうよ。終わらせましょう。学級裁判、殺し合い、私たちの手で。何度も言わせるな。よし、ねえ、でも
めてやめてやめてやめて、さっきから言ってるじゃない。これが死の絶望なのね。この絶望の10分の1でも、100分の1でも、世界中のみんなにもっと味わってほしかった。世界中をこの素晴らしい絶望に染め上げたかった。じゃあ、始めるよ。最後にふさわしいスペシャルなお仕置き。では、張り切っていきましょう。お仕置きタイム。ねえ、苗木くん、あのさ、ええ、だがもし全員一致で私様のお仕置きを望めば、あなたたちにはここから出て行ってもらうわよ。確実に出て行ってもらいます。そして外の世界で無残に死んでもらいます。つまり
けどよ。そうね。なんだ。私の前遊びで。やめろ。とにかく。でも。リアルな話。そうなんでしょ？これでお別れなんだね、さくらちゃんとも。お別れなんだね。でもさ、どうせなら笑いながらお別れしないとね。おめえら、俺に占ってほしけりゃいつでもどこでも無料で占ってやっからな。煩わしいのは嫌いだ。だが何か困ったことがあれば言うだけ言いに来い。聞いてやるかどうかはわからんがな。なんかメラメラと創作意欲が書けるかも。私と白夜様の物語、ついでにその他の連中のこともね。名残惜しくはないけど、なんだか不思議な気分ね。これってなんて言っていいのかわからないけど、やっぱ卒業なのかな。面白いよ。
面白くなってきたクマ。うぷぷぷ。うぷぷぷぷぷぷ。そう。ぬいぐるみじゃないんだよ。僕は。モノクマなんだよ。お前らのこの学園の学園長なのだ。